プレゼンツ、出会いは奇跡。この番組は人をもっと笑顔に、ソングバードコーポレーションの提供でお送りいたします。皆さんこんにちは。出会いは奇跡の時間です。お相手はイラストレーターの根本誠とレンでお送りします。よろしくお願いします。はい、今日もですね、映画出会いは奇跡にご出演いただきました素敵なゲストをお呼びしています。はい、今日はですね、出会いは奇跡の中で、あるシーンのお客様役で可愛い素敵なんですね、女性のお客様がお出になっておりますので、名前はあこちゃんって言います。皆さんよろしくお願いします。はい、ではあこちゃんと簡単にシンプルに一応自己紹介していただきます。シンプルに、はい、クワボラあこと言います。はい、今19歳の大学2年生です。うん、19歳、はい、はい、19です。お芝居をやってます。あ、すごい。19歳でね、本当私は19歳はね、大したことは何にもやってなかったんですけど、やっぱりね、そういう目標を持って、ご出身地、出身地が石川なんですよね。あ、そうです、石川県。すごくまたね、日本海側の素敵なところ。そうなんです、はい。そこから、上京されたっていうお話をちょっと伺ってたんですけど、まあ、今上京して何年になるんですか？大学1年の時に、大学進学でこう来たんで、うん、ああ、なるほど。はい、1年ちょっとですね。まだ1年ちょっと。はい、まだ。実家からじゃあ、はい、一応その上京という形で、はい、お家を出られて1年ちょいでそのね、お芝居の道をやっていこうと思って今回出会ったんですけど、はい、本当に普通であればね、やっぱり今石川県から上京されて東京に住まれてると思うんですけど、まあその19歳と私たちね、もうほど50代なんで、出会うことって普通奇跡的じゃないですか。そうですよね、うん。まあ、その中でこのオーディションに応募していただいたんですけど、はい、その出会いは奇跡っていうそのオーディションはい、の存在を知ってそれをエントリーしようと思ったと思うんですけど、もういきなり、はい、なんか行かれたんですか、そのオーディションのエントリーは。そうですね、なんか調べてて、うん、こう目にパッて入って、もうなんだろう、何も考えずになるほど、感じです。直感でなんかエントリーしたって感じ。直感ね。そうですね、大事ですよね、直感は。うん、で、はい、実際それ直感でその、はい、ね、声かけていただいて、最初に Zoom の、はい、オーディションとか、ちょこっと何回かやって、あと実際もう先週といいますか、5月のね、本当最初の日週だったんですけど、来ていただいて、お芝居っていうのを、はい、されたと思うんですけど、はい、どういう気持ちで撮影現場に来られて、実際来てみてどうだったかっていうのを少しお聞かせもらえますか？なんか家で結構考えて、そのキャラクターとか、なんかああいう短いシーンだったんですけど考えて、で、前日までは結構楽しみみたいな感じで、ちょっとなんかそわそわしてたけど楽しみみたいな感じで、で本番になってこう現場入った時は全然大丈夫だったんですけど、なんかやってる時ちょっと緊張して、最初、あ、なるほど、最初の本当にリハーサル前とかなんかテストみたいな時とか、ちょっと緊張して硬くなってたんです。やっぱ独特の、ね、雰囲気がありますよね。はい、スタートっていうなんか緊張感っていうのがね、なんか独特、そうですよね。うん、
いやでもすごい楽しかったです。あ、楽しかったですか。あ、よかったですね。はい。いやもう本番とかも全然もう楽しかったです。緊張もなくて。私を含めて、まあ、一応私が監督という形だったんですけど、うん、私を含めていろんな方が、はい、まあ、いろいろ、まあ、多分ね、楽しませようとしてたと思うんですけど、はい、周りの人たちはどうでした？いや、もう優しかったですね、本当に。怖くなかったんですか？大丈夫ですね。全然もう優しかったです。もうなんか、うん、救われたというか、雰囲気とかも。うんうんうん、なんかすごい、なんだろう、居心地いい現場だったなって思いました。それね、毎回言われますね。家に帰ってきた感じだって言われて。家に帰ってきた感じ、そうなんですね。そう、まあ極端に言うとね、まあ要はその出向いて行って撮影現場ですごいピリピリして、なんか緊張して帰ったっていう意見が今のところ一人もいなくて、うん、なんかすごく言う、はい、そう本当に。いやー、それは良かったです、うん、うん、この根本真子の生い立ち、はい、はい、そのまま下積み時代を再現した出会いは奇跡、うん、まあ、中身の内容は、まあ、ネタバレしちゃうといけないので、まあ、お話できないんですけど、はいはい、この根本真子の下積み時代、あとその、出会いは奇跡っていうそのストーリーに対して何か共感するものとかありました？うん、ですね。いや、もうやっぱりもうなんか今とすごい重なるっていうか、うん、そう、なんか今も結構なんかこうお芝居とかやってて、なんだろう、なんかやっぱりそのなんか悔しいとか、うん、なんかうまくいかないこととかもあって、なんかそういう部分とかもなんかこう台本とかに書かれていたんで、うん、なんかすごい自分とそこは共感できるなって思って、でも本当に読み進めて本当になんかもう勇気をもらえたというか、いや本当になんか、あ、頑張ろうって なりました、ね、よかった、よりそう、それいいね、本当に。もうこれ年齢差とか男女感とかそういうの関係なしにも、人として本当に幸せ感っていうか、もう楽しめたってことだもんね。そうですね、本当にその通りですもん、うん、いやー、もうそう言っていただけるだけでね、もう本当もう、うん、ね、幸せですね。幸せです。嬉しいです、うん。これを今度は今ラジオを聞いていただいている方、まあ一部ではこの YouTube で見ていただいている方もいらっしゃると思うんですけど、はい、本当ね、僕もこの根本真子の下積み時代を拝見して、これ映像にしたいなっていうのが本当僕が最初言い出しっぺだったんですよ。あ、いやだと思います。そうそう、自分から過去をさらけ出してなんか映画にしようとか、もしあんまりいないですもんね。まあ、そうですよね、あんまり踏み込みにくい感じがしますよ ね。 ね、なかなかやっぱりね、その本当私自身ね、なんかね、うん、すごいかっこいい人生を歩いてきたわけではないので、うん、もうどちらかというと本当暗い過去なので、うんうん、なんかそれをね隠すように今まで生きてきたので、うん、それをなんか、はい、全部さらけ出してしまうのが、うん、なんかやっぱすごく勇気がいるというか、うん、でもそのことによってね、今あこちゃんがね言ってくれたみたいに、なんかすごく勇気をもらいましたとか、うん、そういう方たちの励みになるんであれば、うん、なんかね、めっちゃね、もう私自身が勇気を出して、うん、過去をさらけ出しますみたいな、うん、ね、うん、感じで、はい、そう、なのでね、それで一人でも多くの方にね、なんかね、励みになるような作品になればいいなと、はい、思っています。だから今回本当三十何名の役者さんというか、まあ、うん、来ていただいたんですけど、はい、普通はさ、映画でも何でも、もう撮影が終わって、もうギャラ払って回る方とかも、まあ、それでも終わりっていう形なんですけど、どちらかというと私たちの場合は、もうこれが始まりのような気がするんですよ、皆さんと。そうですね。そう、だから、まあまあ近いというのはあるんですけど、中ちゃんの場合は、まあそう遠くないので、うん、これからまたこの出会いをきっかけにして、また次の段階に行きたいなと考えてるんですけど、なんかあこちゃんの方はまた演技というか、もともといつからこういうのに興味を持ち始めたんですか？
お芝居ですか？お芝居は。お芝居。なんか私本当に小学校ぐらいからやりたくて、でもなんかやっぱりそのなんだ東京と遠いっていうのもあったし、なかなかそうなんか言い出せなくて、このなりたいっていうのを、うん、でまあいたんですけど、いつだって高3の時に、うん、そのやっぱコロナの自粛期間の時だったんですけど、うん、その時になんかもうたくさん映画見て、やっぱりこれなりこの世界行きたいってすごい思って、なんかいろいろ気持ちを共有したいと思って、その映画の中って、それで目指しました。いやーなんかいいね。いいですか？頑張ってほしいな。うん、頑張ります。うん、僕たちはもうね、本当背中を押すことしかできないんですけど、うん、まあいろんなこれからね、また SNS だったりいろんなところを通して、あこちゃんにも他の方にも少しだけでも役に立てればいいなと思ってます。いやーありがたいです。普段はあれですか、大学に行きながら、はい、今こういうお芝居の仕事をたまに見つけながらっていう風にやってらっしゃると思うんですけど、はいはいはい、ちなみにあこちゃんのその趣味とか、あ、はい、なんか他に何かちょっと PR したいこととかないですか？PR ですか？そう、趣味なんですか？ちなみに趣味は映画鑑賞と、うん、あと歌うこと。おいや、そんな上手くないんですけど、うん、なんか歌ってストレス発散とかは時々ありますね。うん、あ、なるほどなるほど。はい、今結構一人カラオケとかね。そうですね、私も何回か行きました。人からね。人からはい、人からです。行きました。いやー、うん、嬉しいですね、だけどなんか。ね、やっぱり。うん、いや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 、ね、なんかね、やっぱその趣味もね、うん、そういうなんかなんていう、自分の夢になんかこう、うん、繋がった感じの趣味ですよね、やっぱね。そうですね。鑑賞とかね、そうですね、歌うこととか表現することが。ですね。なるほど。あとね、もう9月8日からなんで、はい、YouTube で。はい。はい。ちょっと先になるんですけど、ちょっと楽しみにしていただいて、はい。まあ、一旦そこでまた、出会いは奇跡、まあ公開するんですけど、はい、またあこちゃんとは何かで一緒に会いたいですね。うん、ねえ、もう会いたいです。ねえ、はい、ねえ、せっかくねえこうやって出会ってね、本当画面上だけのやり取りが多かった中で、うん、そうですね。現場でももう30分1時間だったもんね。それでそうですね。そうですね。すごいファミリーになりそうですね。みんなファミリーね。やっぱそうですね。そうそう、なると思うよ。本当なねえ、大家族みたいなね。そうですね。出会いは奇跡ファミリーが。ねえ、奇跡ファミリーね。めっちゃ素敵。いいね、そういいね。ねえ。なんか作ろうかな。いろんな方からね、アイデアをいただくので、また今日もあこちゃんから素敵なね、はい、いただきましたよ、本当。ちなみにあこちゃんは小さい時から、今度はちょっと昔の話になるんですけど、うん、はい、このお芝居の話とは別に、うん、はい、なんかその何ですか、どういった形で育ってきたんですか、もしお話ができる範囲でいいんですけど、やんちゃだったとか、なんかとにかくよくね遊んでたとか。いやでもなんか親から聞くと、聞いた話ではなんかあんまりおねだりとかなんか泣くとかあんましなかったって言ってて、でもなんかそれは逆にそのお父さんとお母さんがなんか私の好きなことをたくさんやらせてたから、そういうことになったのかなみたいなのは言ってました。ちゃんと愛情がたくさん
ね、あの親御さんからの愛情をたくさん受けて育てらしたんでしょうね、きっと。うん、多分なんかこれ愛情がちょっと少ないとなんかこうやっぱりね、愛情が欲しい欲しいみたいな感じでちょっとね、だだっこになるみたいな感じでね、うん、言われるので、ね、ちゃんとそういう愛情をね、たくさんたくさん注いでもらったんでしょうね、きっとね。そうかね。いやなんかもう自分で言うのもなんですけど、本当にめっちゃ愛されてるなと思って、ね、いいですね。あれ、え、今日兄弟いたっけ？あ、私一人っ子です。一人、なるほどね。もう親から見たら子供はね、可愛いもんね。ああ、そうですね。ね。一人だと特にね。そうだよね。まあ、何人もいても同じ、もね、愛情は同じなんですけど、やっぱり一人だと。そうですね。またね、僕はね、石川県っていうところは、うん、多分10回ぐらい行ってくるんですよ、仕事で、うんうん、はい、金沢とか、まあ今これラジオの中なんで詳しく言えないけど、うんうん、まあ、仕事の関係で、うん、あ、そうなんですね。とってもあのやっぱり海が近いからさ、あのお寿司とかね、その海産物とかすごく美味しいじゃないですか、魚とか。美味しいですね。美味しいですね。あれがいいんですよ、いいです、うん、うん、あと石川っていうと冬がね結構まあ雪降るじゃないですか、うん、降りますね、うん、冬の時期は行ってないんですけど、あの桜の時期に何回かやったんですよね、うん、お城に行きました、桜も綺麗ですよ、桜綺麗、いいところですよね、綺麗ですよ、うんうん、いやー、本当石川から上京されて、うん、今はなんかあれですか、またご両親はたまに会いに来たりとかそういうのあるんですか？あー、一回だけ来ました。一回だけ去年来て、うん、それっきりですね。なんか東京は どんなイメージでした、ご両親は来られて。なんだろう、なんかその東京でうん、こう会うっていうのがすごい不思議な感覚っていうか、でしょ、そうだね。東京で待ち合わせするのが不思議な感覚でしたね、家族と。え、年に1回は行ってるんですよね。あ、うん、石川には年にぐらいでは帰って、夏と冬とかで、うん、あ、なるほど、なるほど、ますね。で、じゃあそちらでなんか同級生に会うとかそういうこともやってるんですか？あ、そうですね、地元の友達にも会う時ありますね。うんうんうん、こっちにはお友達はいるんですか、東京の方は。そうですね、なんか大学の友達と、うん、あとそうお芝居でそのなんかでレッスンとかで知り合ったとかの友達もいますね。めっちゃなんか青春を頑張ってますね。ねえ、青春の時代はいいですね、本当に。いいね。僕も戻ろうかな、もう一回。戻れるものならね。戻れるものなら。そうですよね。大事にしないと思います。僕がもし戻ったとしたら、あこちゃんはさらにそこから先に戻るから、いなくなっちゃう。またそうか、生まれてないですかね。じゃあちょっとまだもうちょっと時間あるんですけど、出会いは奇跡をちょっとどんなものなんだろうっていう一般の方々、ちょっと、ご覧になってみたいなという方々に向けて、今度はあこちゃんの方から何かその方々に、まだ内容は全部分かってないと思うんですけど、はい、何かちょっと、はい、おっしゃっていただけますか。そうですね、見たいと思っている方に、これを見たいと思っている方に。そうですね、いやもうやっぱりその、うん、今その自分が頑張ってることが、うん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 、ある方とか、うん、なんかそのチャレンジしてみたいっていうものがある方とか、うん、そういうその見るとすごい、なんだろ もうパワーをもらえるっていうか、うん、なんか元気よね。そうですね、元気というか、なんかすごいなんか本当に頑張ろうっていう気持ちになれるなって思いますね。だからその今辛いというか、そのなんかなんかなんだろう、
戸惑ってたり考えてる悩んでるから、ね、考え悩んでたり、うん、そういう方にもやっぱり響くものはあるかなって思います。ありがたいですすいませんなんかいやいやいや全然あの、うん、素敵だ。じゃあ、うん、あこちゃんも本当いろんな、うん、あの演技を通して、うん、頑張ってほしいです ね。いや頑張ります。うん、ちょこちょこ ねまた今からね連絡取り合いたいですね、うん、ぜひぜひねえ、うん、あこちゃん的にはこうどんなその表現者に役者さんになりたいってありますか？役柄ですか。やば役柄、まあ、そ役柄か、うん、なんだろう、役柄だったり、うん、はい、自分自身がどういう風なこう表現者になりたいっていうのか。そうですね、うん、なんか結構自分暗い映画好きなんですけど、ですけどだからなんかなんだろうな、本当に役柄的には、うん、なんか、まあ、いろんな幅でやりたいんですけど、うんうん、本当になんかなんだろう、辛い思いしてる、なんか過去にすごいなんか傷ついた人とか、なんかちょっと闇持ってる人、うんうん、病んでる方みたいな、はい、やりたいし、あとなんかあの本当に逆に殺人者と、殺人者なんか犯人みたいな、犯人、あそういう役もやりたいですね、なんか、いろんなね役をね。そうですね、好奇心旺盛な方ですね、うんうん、あ、そうですねですよね好奇心ありますね。いやだけど、うん、あのなんか いですね、こちゃんね、ね、こちゃん素敵いいですか、うん、いやあのいいですよ本当ありがとうございます、うん、ぜひねこれからもどん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 ね活躍してほしいですね。そうですね、うん、今回ねこの出会いは奇跡、まあ一つの多分きっかけになったと思うんですけど、うん、はい、まあ、いろんなところでまた勉強されて、あのこういうのに今度出ましたよ、今こんなことしてますよって、うん、なんかねあのもう一人のもう一つのなんか家庭というか、うん、はい、あの人生の先輩みたいに、はい、あの来ていただいて、うん、全然あの何かあったら相談とかしていただいても全然大丈夫。そうそう、本当にお父さんお母さんの年齢と変わらないもんね、うん、頼もしいです東京のお父さんとお母さん、そうですね、東京人生の先輩と、はい、人生の先輩として気軽にね、なんかいろいろそういう報告もしていただければ嬉しいですね、うん、いやだけど本当にこのラジオを聞いていらっしゃる方、あの本当桑原あこちゃんっていう方で、うん、はい、石川からねあの上京されて演技の道を頑張っていこうという方なので、うん、ぜひあの、うん、応援していただきたいと思います、はい、ありがとうございます、はい、お願いします。ではまたちょっとよろしくお願いします。お願いします。はい、ありがとうございました。今日も素敵な出会いをありがとうございます。ありがとうございます。あこちゃんでした。ありがとうございます。この広い空の中で君と会えた、それが奇跡。愛することを教えてくれた、ありのままで大丈夫だよ。二人で見た夜空に光一つ、歩いて行こうよ、手をつなぎ、流れ星に誓うよ、明日を信じ、どんな時もそばにいる。
しい時笑顔の数が溢れるよね空にたくさん悲しい時涙の数を分け合ったね希望に変えて二人で聞く雨音しずく一つ歩いて行こうよ手をつなぎ虹の空に誓うよ夢を抱きどんな時も信じてる闇があるから星は輝くよ雨が降るから虹が出るよ